どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。すごいさっき見てたらパッとここ来たら異色の三人でどうだったね。珍しいですから、ね、なかなかないですね。初めから見た最後かもしらんというやつですよね。そんなことない。またやろ。そう自己満足だからね。動画は完成した。そう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 。あとはボツにならないことを祈るばかりです。ならんでしょ。大丈夫です。大丈夫。やったな。なんか見たことある。いきなりか。いきなりすごい。似合うか似合わへんやったら。似合うとる。色全然合うてない。これね、ただそう色これで見たら合ってないんですけど。そうです。これでもこういうねシノパンに。あそうそう。まだ凍ってないからこれついてますよね。買うみたいなんで後でちぎるんですけど、これねちょっとね動画を見ていただいてる方からしたらちょっと。大トル大天やってこう意味わからへんとなるんですけど、今日彼ね浅見さんサンダルが緑なんですよ。そういうことそれに合わせたっていうのでこれをチョイスしてはった。そうですね、室内用ですけどねサンダルしんどいでしょ。無理やりやけどさすがっす。見えましたね。さすがです。コーディネートのね。コーディネートそうこれね今日はあれこれコーディネートです。そういうことコーディネートのあれやこれやと話をしていくわけでございます。そうですね。そうちょっとねそのコメントにもあったんですよちょっと前に。クールビズのまあ着こなしというか。はい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 。そう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 。なのでちょうどいい機会ですねこれね。そうですね。なかなか来れないで僕と中坪店長とかあんまり少ないんで。そうなんですよ。そうですね。もう大先生ですから中坪さん。いやそれはもうそうでしょう。パッと見でわかるっす。もうこだわり感が半端ない。半端ない。もうわかりやすいのがね僕のまあその特徴というか。一番こうジャケパンザジャケパン。そうジャケパンを。そうですね。仕上がってますよねこの。いやいや仕上がり具合。人混みの中でも見つけれる自信が。そうね。昔からよう言われますねほんま。ほらほらほらここよ。ランドマーク。今レバラ今言うのそうね。確かにすぐわかる。迷っても大丈夫みたいな。うまいですね。コーディネートの色やったらね。これはいいですね。まさかのピンク。そうですね。なかなかそうピンクの生地だけを見てるとここはどうやって合わせたねんっていうふうになるんですけどね。大体ね触りにくいですけど朝ですね。ほんまにザ夏のザです。季節感このニュアンスが合ってるかどうかは分からないですけどボタンホールが白なんですよね。この穴の色ね。で袖ボタンのところとねあとこの缶抜き止めっていうところとあとここにステッチが入ってあるわけです。ああ白色のね。ステッチも全部白なんですね。僕の中でですよ合わせてるんですよチーフとねポケットティーフをね。しかもこれ素材が麻でしょ。麻なんですこれ多分。そうでしょリネンポケットね。僕もようやく分かってきました。素材と色とでね勤続年数6年ようやく分かってきました。さすがもうようやくですよ。やっと分かりましたよ。ちょっとお手本のようなっていうやつですよね。そうですね。今日はそうですねそんなに気をてらった感じではないと自分で思ってますけど色はねちょっと明るめ派手なんで着る人まあこの抵抗ある人はいると思いますけどね。そうまあ色はねもう本当にこれ中坪さんの個性ですけどやっぱりこう夏場は今着てるような朝とかね。そうですね。でもこうもうちょっとね色変えて紺系とかにすると全然そうですね落ち着いた感じになりますね。着やすいのでまあそういうまず中坪さんは素材感ですよね。楽しんでますね。夏といえば朝みたいなそうですねザ・オーダーみたいな感じですよね。はい一番涼しい素材というふうにね一応言われますから朝はね。そうですね。朝コンの素材ってシワになりやすいじゃないですか。まあそこら辺はねそれをねどうなんっていうふうに思わはる方がいらっしゃるんですけど、そのシワを楽しむっていうのが朝のねもうそうですね特徴なのでね。そうですね。それもその素材の特徴。思ったより今シワになってないけどね。思ったより綺麗。思ったより綺麗。一時中坪さんのこの袖バームクーヘンみたいなビッシャーみたいな、まだ切る前のね出来たてのバームクーヘン。でもちょっと何かけてると思う。いやだから単純に短くなりますよね、やっぱそれがね、その時間でよれていってそれまあ朝のね、朝のあれですから特性ですから、特性ですね、楽しんでいただく。悪いことではない、そう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 思いますね。これちょっとシワにはなりますけれどもってやつですよね。絵にもピークっていうのがまたいいですよね、すごくね。これ裏地とかって何色なんですか？これ多分白。合わせてますね、合わせてますね。ボタンホールの色、ポケットティーフの色、合わせにかかりましたよこの人。トータルで合わせてるんですよね。爽やかですね。普通シャツカラーシャツなんですよ。なんでクリニックにあえて持ってきてるっていうのは、これネクタイ見せたいっていう。ああそうですね、濃い色がだからネクタイとまあパンツですかね。締めてるんですね、ちゃんと締めた。これ結構でも難しいですね。そう、最初はねこうまあなかなかできないと思いますけど、でもこういう暗い色でねちょっとポイントを見るとまとしてあげるとまとまりますね。全部明るくしちゃうとやっぱりちょっとねガヤガヤするというか派手になりすぎちゃうんですね。格子柄にね。これはね見えにくいですけど、まあ一応格子柄のシャツですね。普通格子柄でよう僕電車で見るのが、格子柄のストライプスーツでストライプネクタイみたいな。結構柄がごちゃごちゃするので、どっか一発無地持ってくるとかねやったらいいんですけど、格子柄にこういうワンポイントの、これもねまあそうね細かい柄ですね。そうですね、これを見たらドクロなんですよ。これドクロですね。遊び心。風御殿の中坪店長の僕大好きなんですよ。そう大好物。自分でやる勇気がないけど。完全に解説者ですもんね。もう一旦じゃあちょっともう早めに僕の処理しますわ。僕の定番ですわ。コンブレ風ですね。風じゃないです。コンブレでしょ。いやほんまのコンブレってメタルボタンやったりする。ああそうですね。ポケット。それのちょっとスーツのジャケットを使ってっていうやつなんですけど。あこれスーツなんですね。スーツで上下で作ってる。ちょっと立ってみてください。ジャケットのをこれねお尻破れたんですよスーツ。あそうなんですね。でやっぱどうしようもないと。お客様でもいらっしゃるんですよ、だからツーパーツにしたりとかなるんですけど、そうここでこういう着方したらええのにってよく僕提案する着方の、そうですね、ザお手本ですね。本当に下これがライトグレーです。ライトグレーでよう見たらこれグレンチェックですけど、もう無地でもいいです。うっすらの柄ですね。うっすらね、ほぼ無地。上下上下で作っといたらこの合わせ方も一番ビジネスで定番使えますね。取り入れやすいよう見ます。だから一番やりやすいですわ。これが入りやすい。ジャケパンのね入りとしてはもう一番おすすめですよね。そうですね、おしゃれやしぽいし。おしゃれです。今日はサスペンダー、今日はねしてないんです。してないんです。なのでちょっと閉じてます。はい。まあこれ定番ね。まあ綺麗ですね。ネクタイもね。紺とグレーはもうそうです。超相性いいです。超相性いいですね。間違いないです。鉄板中の鉄板ですね。はい。エンジでもいいですからね。ここはね。ネクタイに。まあ夏感出そうかと。爽やかですね。はい。そこが爽やかなんでね。それ出していかな。そうやね。そうですね。ことないんやろ。もういい。結構まあシンプルやからネクタイなんかも割と派手めなやつでもいいです。もっと派手でもいいです。それこそ岩田主任ぐらいの後でちょっとまたね紹介しますけど。ガラガラね。レーズリーとかね、そういうので合わせてもいいでしょうし。まあ入門ですよね本当に。こっから入ってもいいんじゃないかっていう基本的な感じですね。ぜひ。お楽しみですね。はい、楽勝です。これ楽勝です。次はじゃんけんします。いやここでじゃんけん。ここは行きましょう。僕岩田主任に行きましょう。まあ僕は正直すみません。全然ジャケパンでもないんですよ。しかも夏やのにダブルっていうやつなんですけど。はい。僕真夏でも 3P 着る男なんで、おしゃれですよね。でもねもう自分に厳しく販売するにあたって一番ベストなやつを選んでるんで、ファッションは我慢しないといけないですよね。もう今もほんまに暑いんでもう嫌なんですけど、でも顔は涼しそうにしてるんで、ここは我慢そうですね。ここは涼しいわ。色を結構こうね、ダブルでも割と明るめのカラー使ってるんで、夏でもそんな重くなりにくいようにはしてて、一応シャツとかネクタイも全部基本同色で、色のトーンを変えてこうちょっと色を合わせてるようなやつなんですけど、まあなんかブルーばっかりも地味になりそうなんで、一応チーフはちょっと茶系の、これちなみにペイズリーなんで、あ、結構合わせに入りましたね。ここさ一応合わせて結構でも上級やね。上級やし、合わせ方はチェックにペイズリーのチーフ、ティーフとネクタイ、チーフやい今さら今さらもうこういうスーツ着るときは基本僕シャツやっぱ無地にしますね。ああ、言ってたみたいにほんまに結構うるさくなりがちなんですけど、どっかはちょっとね、柄のないやつを取り入れないとということなんですね。まあちょっとダブルとかね暑いですけど、シングルでこういうジャケットとかもうチェックゲー持ってもらってると、まあ金子店長みたいにこうね、無地系のグレーのパンツとかとでも全然合うんで、割とねカジュアル要素は強くなりますけど、そうですね、持ってもらっててもいいんじゃないかなと思うんで、今日はこんな感じで来ましたね。なるほど、立ってみましょうか。ちょっと立ってみましょうか。こんな感じです。ダブルでも割とタイトなんですよね。そうです、細いにしてるんでそんなにこうやぼったくはなりにくいんで、結構ダブルはぶわっと見えるんですよね。そうですね、最近はねだいぶ細身のダブルも多くなったんで、丈も短いしね。そうですね、イメージは外すのもなかなかいいですね。一番下ね、こうね外すといけますね。こっちだけ止めましょうか。逆にこっちだけ止めて上だけ開ける、ケネディがけでしょ言ってるわ。もうまた言うわ、ケネディがけ。ケネディ、いつのケネディかジョン・ F じゃないんや。違う、ジョン・ F じゃない。ジョン・ F は多分これですよ。ジョン・ F はこっち、ケネディがけ。案外でもそんなに変な感じしないですね。でもまあ 6×1 でちょっとだから俺もそう思う。基本はこっちの上だけ止めて下外すみたいな粋な着方ですよね。なんかスナップとか写真見たらもう大体外れて、これで手突っ込んでね。そうですね、いったな、いったな、いったね。そうですね、でもダブルのねいろいろ着方あるんで、でこれチェンジポケットがついてるんですよね。ここにね、ここにね、このなんていうんでしょう、このブリティッシュ感漂うというか、ダブル狙ってきたなと。やっぱこの重厚感あるんで、こういうとこにちょっとブリティッシュの要素も取り入れて狙ったね。よろしい、ありがとうございます。気持ちいいわ、こんな褒められたの初めて。優しい動画や、ありがとうございます。こんな感じですね。で以上ですかね。いやまあもう以上です。こら上を罵るって一番面白いですよ。一番面白いです。一番ひどいですもんね。そういうの好きです。知ってる。朝みたいだからこそね。そうやね。でもね、ほんまでも終わりですよ。だって僕とかねこそかぶってますもんちょっと。まあね一応かぶってはいるけど、ただ僕のはほんまに超初心者ぐらいのノリだと思います。あさみさんのはもっとカジュアルなんですよ。たとちょっとね、たとえばこれ爽やかですね。今一応使用はうちの縫製工場使ってなので、このパンツこれはまあもうこれもまあ言うたら定番なんですけど、コンブレ的なジャケットにベージュのチノパン、金子さんよりは若干まあ下がねカジュアルな分。ホンマにチノパンなんですかこれ。素材ウールでしょ。これウールじゃないです。コットンなんや。面とねシルクなんです。これがへえ、さらっとしてますけど、もうちょっと面100だったらちょっとざっくりとはしてくるんですけど、チノパンでもって言おうかな思って。しかもいや靴下がねこれいいじゃないですか。裏長さを靴下がちょっと僕こんな感じなんです。ネクタイと合わせたんですか。ネクタイと合わせた気もする。たまたまこれがパッて撮ったやつやったって。可愛いなそれ。ほんまに可愛いな。これで丈を、まあ僕はそこまで短くしたいんですけど、今の流行りって結構もうくるぶしぐらいで作って、まあローファーであったりとか、はい、ちょっとね普通のビジネスシューズではないようなやつと合わせてもらうとか、あとはまあ裾をロールアップしたりとかね、して着てもらうとよりカジュアル感は増しますよね。夏場ものすごい爽やかになりますよね。すわしばき風に見えるようなやつですよね。そうですね。まあ仕事柄ね、あれですね、今日はちょっと普通のネクタイしてますけど、ちょっとこうトラッドな、そうですね、感じで僕は今日はそうですね合わせてみましたよ。は？いや優しくしてください。最後の最後みんな僕に厳しい。それはちょっとマイブームです。僕はやらないです。で何気に見ててなんですけど、パンツの裾がね普通シングルかダブルなんですよ。そのシングルは俺ですよ。僕シングルですよ。これあれでしょ、ジーンズカットちゃいます？そう。三つ巻き。ね、そのカジュアルの。そうなんです。ね、できるんですこれ。僕。浅見さんしかできない。僕できる。そんなことないですけど、なんていうかね、頑張ってダブル。そうですね。ダブルですよ。だからうちはね、こう。普通のシングル仕様っていうのは、まあ、裾内側に折り返して中で留めてる形なんですけど、まあ、大体7センチぐらいガッと折り返してピッとこう表に出ないように留めてあるんですけど、僕は三つ巻きって言って3回巻いとるんですね。ジーパンの裾と同じような裾と同じなんで、だからこうロールアップしたりもしやすいと。確かになんかスラックスでちょっとしにくいですもんね、普通のシングル。普通のスラックスはなかなかロールアップできないので、こういうまあ要望ございましたら三つ巻きで作ればロールアップもできますんでね。ただ丈の直しはね難しいですよね。できないね。それはねリスクを背負いましょう。やっぱおしゃれってリスクがいるんですよね。我慢とリスクですね。こう高めよう。我慢ね。こう高める。一番気持ちいい。自分のサイズが確定しとったでもいいかもしれないですね。もうこれですね。なっとったら一発目からじゃなしにね。そうですね。何着か作ってからの三つ巻き。まあだいたい丈分かりますからね。今回はちょっと短めにして三つ巻きにしようとかっていうのもいいですよね。いいかもしれないですね。はい、いいでしょう。素晴らしい。素晴らしいですね。あとね、ネクタイとかも結構重要で、コーディネートする上では、夏場なんかおすすめなのはやっぱこういうニットタイ、ちょっと茶色ですけどね。まあノーネクタイの方も多いとは思うんですけど、こういうまあ朝と同じように夏場ってこういうニットタイっていうのは非常に清涼感あっていいかなと思います。こんなやつとかいろいろありますよ。 M2 プラントはありますね。ドットの可愛いのもね、可愛らしいカジュアル感をのやつもありますし、なかなかそれいいですね。これはねこうウールハムライ、ウールシルクとかですか？ウールシルク、これ実はシルク。あ、でもこんなウール風ってやつか。こんなちょっと分かりづらいですけど、ざっくりした朝っぽい素材のネクタイとかもいいかなと思いますね。ネクタイなんかもこういう普通のネクタイではなく素材でちょっと選んでもらうと、よりコーディネートの幅が広がるんでないかなと思います。クールビズでネクタイをしないっていうのがもう当たり前になってるんでね、それがちょっとね寂しい気もしますけどね。そのネクタイは差し色じゃないですか、感覚としては。やっぱねワントーンしてほしいですね。やっぱチャチいですよね、ネクタイなかったらね。チャチいですか？チャチくない？なんか寂しい感じしますよね。欲しいよね。もう毎日悶々とするネクタイ、その電車乗ってるともう多いですもんね。どんどんそうちゃいます今。こだわらな思いますよね。みんな優しいわ。みんなのこだわらな思いますわ。愛に溢れとる。素晴らしい。慈愛の杉田店ですから。ちゃっかり宣伝する。お待ちしております。まあでも本当にそうやって遊んでいただくのもそうですね。はい。もうファッション。男性ってあんまり見せれるところが限られてくると思うんで、はい、うん、そういうのもありかと思います。スーツはね、触りましょうね、言ったりしますね。そうですね、石谷さんの通りだと、はい、おしゃれしましょうね、楽しんでいきましょう。はい今回でもね、こんなほうがせっかくこうジャケパンの人が多かったんでね、ね、いいタイミングですよね。うん、まあそうですよね。白とかでも良さそうですもんね。ああいいですね、本当に。うん、より夏っぽくてね、リゾートチックな感じになりますよね。次回にまた来たいですね。また白パンはね、いろいろちょっと杉田店のお弟子さんのミスター佐野、白ミスター佐野はね、白の貴公子って呼ばれてる。純白。ただジャケットもベストも作ったんかな。すごいですよね。3ピースで真っ白の生地を多分作ったんやったと思うんですけど、作ってた。まあやっぱ上は難しい言うてましたね。もうそれをこういかにやるかっていうので、ちょっと次回チャレンジしてもらう。ミスターさんのジャケット白着てくることあるんですか？僕の前ではあんまないかな。一人の時にちょっとこそっと着るやってるかもしれない。そこでちょっと反応見ながらかな。なるほどなるほど。まあ確かに白のジャケットちょっとイメージ難しいですもんね。なかなか難しいです。まあでも恐れとっても意味がないです。そこはやっぱ中坪店長頼ってね。そうです。どう来たらええんやって教えて。だって実際相談があったでしょ。中坪店長白のジャケット持ってませんでしたっけ？昔で前あったかな。そうですよね、白っぽいやつ。覚えてへんぐらい作りすぎて。バリエーションがすごい。ちょっとだからもうジャケパンしたい人は鶴見店までちょっと足を踏んでいただくとかしてもらってもいいかも。ちょっと遠いかったりするかもわかんないですけど、お手本がねありますので、もうね自分のやつからもうディスプレイから割とたくさんあるんで、それを参考にしていただければ。そうですね、入門ほんまにやってみようかな。でとりあえず水だけまんま進めますんでもうこれでしょっていう例外みたいな。ただ物足らへんのちゃうかなってなったらやっぱここぜひこっちじゃスイカそう無敵ですけどね。ここできたら無敵です。無敵無敵何でもいけるっすかね。もうここまでできたらね、行こう。僕もちょっとジャケパンチャレンジしていきます。あんまイメージないもんね。僕そうなんですよ、この感じはたまにやるんですけどあんまりなくて、ちょっとねまたやってぜひ。そうやね、動画参加したい。次回に行きたいよね。次回以降も行きたいしかないからぜひ、はい、いいかなっていう感じですね。そんなとこですかね。ね、お腹もいっぱいになってきたところで。そうですね、あべだこんな締め方独特の締め方ですね。もうお茶漬けも終わったんだよね今。はい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 。じゃあ今日はどうもごちそうさまでした。どうする？いいやろ、いいんですか？いいやろ、閉めちゃって。ちゃんと閉めよう。無用つか。やっぱでも閉めるのも浅見さんですから。サブコナシですから。やっぱちゃうもんね。一番違うと思うし。僕多分本部長の次に動画出演してますけど。いや間違いなくしてるでしょ。閉めたことあんまないですからね。閉めてもらっていいよね。はい。お願いします。じゃあ今日はこういうちょっとコーディネート。はい。まあ。あれですね、もうこのまんまやってもらってもいいと思いますし、本当に、まあ最初の入門的な感じで、一回紺とグレーとかでやってもらったらいいと思うんで、まあぜひジャケパン欲しい方は店舗のスタッフなりに相談していただければなと思います。はい、はい、じゃあ今日はコーディネートについてお届けいたしました。はいはい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。